よぶら観光ツアーガン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 。ということでマイクのエコーを一旦戻します。よいしょ、なんかガタ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 って言ったかもしれないですけど、はい、ということでね、アートワークフィギュアご覧いただいたかでしょうか。まあ、フィギュアめちゃくちゃ長かったね。50分くらい撮ってたもんね。あれね、びっくりしたわ、自分で見た後に。ね、2時間くらいかかるかもって言ってさ、冗談でさ、30分くらいで収まるかなと思ったら、録画時間見た時に仰天したよね。プラス20分になってるって思いながらね。はい。ということで、今回はプロフェッショナルもね、一応 S ランクでクリアはしたんです。S プラスちょっとね、挑もうかなと思うけど、僕下手くそなんでビビり散らかしてね。で、あと何よりも、トロッコと、ジェットスキーで10回くらい死んでるんですよ。トロッコに関して多分20回くらい死んでると思うんですよね。うん。おっと、ちょっと待ってね。はい、すいません。毎回クラッシュするんですよ。右下になんかチロッと四角のが出てるでしょ。それクラッシュしたのを消さないで頑張ってプレイしてるっていう証拠なんですよね。なんとかしてスチーム。うん。ということで今回はその最後に手に入れた武器ね、シカゴタイプライターを使いながら村、城、島を観光していこうじゃないかと。そして取り逃してきたというか、まあ、一周目のプレイの中で全部取り来ることができなかった宝物っていうものを全部取っていこうという感じで、まあ、だいたいね、ワンパート30分前後くらいね、まあ、と言いながら40分、50分取るパートももしかしたらあるかもしれないんだけど、まあ、そんな感じでね、のんびりとやっていこうかなというふうに思います。まあ、だから、なんだろうな、こう、プレイしながら、こう、村をこう、眺めたりとかね、まあ、雑談とかっていうのをしながらね、しこしことやっていこうというふうに思いますんで、ぜひ、ゆっくりと、まあ、ラジオ感覚でね、楽しんでいってもらえたらいいかな、というふうに思います。ということで、早速、メインストーリー、ロードゲーム。ちょっと待ってね。はい、今、スタートしましたね。ということで、こんなね、べちょべちょの雨降りしきる中というところでさ、果たして何が繰り広げられるのでしょうか。今から、ワクワク、ゾワゾワ、楽しみでございますが、はーい。ねー。誘拐された霊場をね、たった一人のエージェントが迎えに行くっていうね。まあ、確かに大ごとにしたくないよね。そうなるとさ、別の国のテロリストとかがさ、要は国内で誘拐されたとかだったら、まだね、問題ないのかもしんない。問題ないってかもう大問題だけど、大規模な捜査をしてもいいのかもしんないけど、やっぱ他国ってことは、そうだ、大統領の娘を、そのね、誘拐した教団以外の連中、テロリストとかがね、こう、誘拐してしまえば、アメリカ大統領の弱みを握れるから、身の代金の要求だったりとか、国家機密を出すとかって、いろいろこうね、出せるかもしれないよね。そうなったらもう戦争が起こっちゃうからね。うん、だからまあまあ、ね、地元の警察署、ボーイ、マリオとルイージとさ、で、それからまあ、レオン・S・ケネディっていうところでやってるんじゃないかな、なんていうふうに思いますけど、うん、そこら辺どうなんですかね。実際これ、ね、誘拐されたって結構なことだからね、何してんだよ SP たちっていうところ。はい、めっちゃ今目薬をさせたいんだけど、ちょうど始まっちゃったね。あれ、こんな お姉ちゃんだったっけ。ねえ、ここら辺にはさ、教団の邪教徒たちが集まってるけど、村人たち全然いないもんね。さあ、さよなら三角、また来てキャー。ちなみに顔に塗ってあるやつって何なんだろうな、血なのかな、自らの血、それともなんかね、だって黒い飲み物を飲ませてね、操作していくみたいなことでさ、カップって。あ、今回日本語にしてますで、僕の声が被ってるから何喋ってるかわからないよっていう方はね、下の字幕をご覧いただけたらなというふうに思います。ということで今日は、今日のね、僕のね、お供はですね、プロテインでございます。なぜかというと、これをやる前に、夜中のもう2時くらいなんだけど、今、夜中の2時でこのテンションで喋るって、なかなかバカでしょ。もう31歳頑張ってますよ。31歳、まだ30歳頑張ってますよ。31歳になるのは来月だ。来月か、迫ってる。5月19日でしょ、6月19日で、ちょうど1ヶ月後なんだよね。そう。で、まあ、12時から2時まで胸トレ頑張ってね、はい、おっぱいしばき上げましたよ。だから今普段の B カップくらいの、今多分 C カップくらいになってると思う。うん。はい。夜を飲んでいきましょう。後悔を少しでも忘れられるなら。はい。ちなみに私の音はバルクスのプロテインですね。バルクスのソイプロテインのマンゴー味を飲んでおります。はい。今度こそ。というシュールなお話をしたところで、本日の主人公でございます。レオン・S・ケネディ、レオン・スコット・ケネディさんですね。だから1998年にね、まあ、紹介あったように、ラクーンシティの、まあ、警察署に新人警官として配属される予定だったんですけれども、まあ、残念ながらね、彼女に振られたショックのせいで、酒を飲んでたらね、そのね、遅刻してしまって、寝坊して遅刻して、だいぶいかついな。
いや自分で選んだんだけど、いかつ、だいぶいかついやつ来たな。俺が直属のエージェントだったとしたら、こいつら地元警察官全く触れたくないよ。やべえやつ来たってなるよね、これ。危な。まずいまずい、これは。なかなか言うじゃねえか。いや、このサングラス多分ね、ウェスカーの仕様のサングラスなんじゃないかなと思いながらこうちょっと選んだりしたんですけど、この森では遭難者が、その後立たない悪く雨隠しってやつですね。はい。あ、ちなみに、いかついな、これ。これいかついな、かっこいいな。いいな、こんな服装でサングラスかけて歩いてみたいな。絶対誰も触れてこないから、マジで。喧嘩られないで済むよね。ね、まあ、で、ちなみに今座ってるのが、左側ですね。あの、運転席に向かって左側がマリオで、右側がルイージって覚えてください。はい。だから、一部ではメガネとかって言われてるけどね。うん。そう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 。そうで、レオン・S・ケネディちゃんは、まあ、本当は、ラクーンの事件が起こる時、タイミングで、着いたぞ。配属する予定だったんですけど、まあ、一日遅れたおかげでね、三乗でもう、あらかた、肩がついてて、これから事件がますます激化していくっていう中でこう登場したという感じなんですけどね。はい。まあなんとかそこで出会ったクレアがね、そうだから一日ずれたら会うことができなかったっていう話だから、会うことができなかったってことでね、まあ、運命のいたずらっていうのはね、あれですよね。僕も今の嫁さんとさ、僕は浪人してるんすよ。もしこれが現役時代で受かってたとしたら、今の嫁さんと出会うこともできなかったからさ、可愛い娘とかさ、美しい嫁さんとかさ、そういうのがさ、結ばれることはなかったし、子供ができることってもなかったから、こういうのもやっぱりね、こう1年っていうね、わずかな差かもしれないけど、大きいと思いますよね。さあ、マリオが、キノピオを取り出して、ヤッフーをしているところですね。えい、誰かいるのかい？俺がいるよ、覗いてるよ。あ、自分のおしっこ踏んでる。だね。ねえ。あ、ちなみに、なんだろう。今回、めちゃくちゃ、ゆっくり、こう、じっくり、舐め回すように見ていこうと思うから、こう、めちゃくちゃ長くなるんじゃないかなって思っているので、どのくらいのパートになるかわかんないですけど、まあ、一個一個ね、ちゃんと見ながらやっていこうかな、なんていうふうに思ったりもしてますんで、多分、最初の第一村人これから遭遇するでしょ？で、最初のセーブポイントのところまでくらいしか進まないと思っといてください。あれ村中をやってくんないのって思うけど、もうすでにこの収録時間がね、もう7、8分くらい経ってっから、そうそうそう。で、こっからね、第一村人登場のところものね、いかついな、ほんと。赤のネクタイがもう完全にやばいよね。泣けるぜ。なんか言ったかって、なんか言ったかって言わないところが、今回の警察官ちょっと優しくなってるポイントかもしれないっていうところですね。さあ、果たして、あ、ちなみにまだシカゴタイプライター持ってないです。これ買わなきゃいけないんでね。ドゥン。チピチピン、チャプター1。いかついなぁ。これやばいだろう。で、戻ってきました。ただいま。で、おしゃべりしよう。こいつ寝てんじゃねえかよ。おい、無断、おい、切符取るぞ。切符、中金。何にも武器持ってきてない。え、喋れないのね。で、しゃがんで、そう、ポリシアっていうのが警察って意味ですね。はい。ちなみにスペイン語ってすごい読みやすくって、もうそのままローマ字なんですよね。まあ一部その、ジャーのことをヤーと呼んだり、それはまあ南米の方なのかなだったりとかするけど、GTP1784 ってこれが一体ね、今後何をするのかってね、エピソード0っていうね。エピソード0ってことはもしかしたら、アシュリーをさらうところまでのクラウザーのエピソード0があるよとかそういうのがあったりするので、でもそれだったら EP ってやるか。はい。じゃあまあ、あんまりここでダラダラやってても仕方がないので、まあ、村観光しましょうと言っときながらね、まあこれって、これが今何時頃なのかっていうところでね、多分明け方なんだろうな。4時5時とかそのくらいの時間なのかもしれないですね。で、こんなところでブーツを脱ぎ捨てているという時点でね、この先に住んでいる村人さんはですね、おそらく、まあだらしがないという方になりますよね。うん。で、奥にあるのは、よくわかんない岩が積み重ねられているというところですね。はい。で、この後ろにあるのは、なんだろうね。これでも押し車か？なんかほら、手押し車かなんかかな？でもなぁ、持ち手がないしね。あ、でもなんか脱穀するような機械がなんかそれっぽく見えるね。あれ米食うんだっけ？あそこパイリアあるから食うか。で、吊るされていると、これ何のためにね、このフック、あれか、イベリコ豚を吊るしておくやつですね。はい。で、この中、やっていこうと思ったら、あまりにも手入れが行き届かなすぎてね。てか、こいつらさ、普通に考えてさ、どのくらい教祖様にさ、支配されてるんだっていう話だよね。だって、アシュリーが連れ去られてから、まあ、ほんの数日間での出来事だと思うし、で、これは、よくわかんないですね。まあ、おそらくイルミナドス教団が、好きな形をちょっと彩ってるって感じなのかもしれないですけどね。で、こっちに進もうと思うと、有刺鉄線があるので進めませんと。もうこの時点でね、ここには来るなよと。で、この、流れている水はですね、全部マリオの、ヤフーでございます。うん。
で、こいつがですね、ピーチ姫の亡骸ですね、クッパとクッパジュニアの間で生まれたですね。あ、違う違う違う、クッパとクッパジュニアの間で生まれたじゃねえ。クッパと結ばれたピーチ姫でございますね。はい。で、残念ながらね、武器とか、まあ、ライフル系の武器っていうのがないので、ここら辺をね、もうちょっとじっくり観察するっていうことができないですよね。で、これは一体元々何だったのかというも、原型すらもよくわからないという状態になっておりますんで、もうこのまま先に進んでいきましょうと。はい。いや、しかし、それにしても、マリオのヤフーがすごいですね、本当に。なんかもう、ありとあらゆるところにもう、べっちょべちょになってますけど、これ、もしかしたら雨、いや、んなことはない、ヤフーですね。で、もうね、もう、あたかもこう、外からの侵入者をね、拒むかのような有刺鉄線が置かれているんですが、どこまで行ったんだって言ってる間にね、全然探す気がなくてですね、まあ、この先ね、行こうと思ったらね、なぜかここがガッシャンってなってるんですよ。で、これが、なぜか、そう、外から内じゃなくて、内から外になってるんですよ。ってことは、これを押し倒して、誰かが一体逃げたんじゃないかっていう、そういうことがね、疑われるっていうところですね。で、カラスが鳴くから帰ろっていうところなんですけど、これ、フンやられたらやばいですよね。僕も一回ね、フンをね、思いっきり腕に落とされたことがあったとき、その時は本当にね、カラスのことをね、焼いてチキンにしてやろうかと思ったら、チキンも鳥も一緒だ。で、次進んでいきましょうかね。で、ここにいるのはですね、イベリコ豚になり損ねたやつですね。と思ったら、よく見たら鹿でしたね。はい。角が、片方えぐり取られている鹿、え？角？片方えぐり取られてますよね。はい。まあ、こういうちょっとグロいのが苦手だという方とね、僕の鼻のすする音が嫌いだったという方はね、ちょっとね、このシーンカットしていただけたらなと。遅いわ、遅すぎる、遅すぎる。はい。で、ここをくぐるとですね、そこはまるで雪景色だったっていうね、うん、どっかの川端さんが描いた作品みたいな感じですね。ちなみに川端さんはですね、茨城高校出身でございますね。僕の地元の高校の一つですね。まあ、僕は残念ながらそこまでの頭はなかったんで、そのワンランク下の高校に通ってたんですけれども、ワンランクって言った時に、なんかちょっと自分のこと賢いって言ってるような感じがするけど、嫌な感じって、まぁ、ちょっとだけね、高校までは賢かった。大学に入ってからバカになったけどね。うん。これはですね、害虫駆除っていうミッションが、ね、いくつかあるじゃないですか。その害虫駆除っていうミッションの中で、僕も害虫になりたいよと思ったけどね、あまりにもそのサイズが大きすぎるから、お前は害虫を超えてもうなんかもう猛獣だって言って、残念ながら肉を剥ぎ取られた残骸ですね。はい。で、こっち進んでいきましょうか。で、こっち進んでいくとですね、今度はですね、害虫どころか猛禽類が出てきましたね。はい。猛禽類といえばやっぱりジビエって言ったら猛禽、猛禽と言ったらジビエっていうところですね。はい。食域の層までありましたね。お団子頭の女の子がね、ジビエ料理が得意だということで、ね、ちょっと待っててね、今から裏でカモ閉めてくからっていうね、ワンシーンはなかなかに殺伐としましたね。で、こっち進んでいくとですね、ありましたね。これでなるほど、肉をミンチにしてですね、ミンチ焼きにしてるってことですね。で、ハエが飛んでるから帰ろっていうことですね。で、こっち進んでいきましょう。で、ここで、しんどい。ちょっと待って。マジでしんどい。このテンションで喋って、あそこにですね、多分ね、第一村人がね、今、よくわからないスープをにたにたやってるところですね。はい。いや、しんど。めちゃめちゃ喋ってても、熱っ、体。で、こっち裏行くとですね、なんとね、ここでね、薪をね、組み上げているということで、ここでいつもね、薪とね、それからね、ジビエとね、それから、侵入者どもをね、ガッチャンとやってるところですね。これはなんかあるのかな？これは大きいトラバサミでございますね。ところが、まあ、開かれた状態で、ワネがベーンってなってないので、残念ながら、踏んだところで何の痛くはないわ。多分なんだろう、これ。台車の、あれなのかな？はい。ということで、ここまでで、約ですね、10分ほどかかっております。10分ちょいで、一つ目の村に入るところにね、こんなことタイムアタックでもしやってたとしたら、お前ふざけんじゃねえよと。って多分これタイムアタックやってる方からするとね、もう多分チャプター1終わってるところですね。はい。で、ここから覗いてみましょう。まずはね、ね、やっぱり入るときに人がいないかっていうのを確認をしてですね、いきなり入ってたら失礼ですから、じゃあノックをコンコンってかけていきましょう。このランタンは、夜ですね、ここの住人さんが暗い時に、ここね、電灯の一つもないから、ここ上がる時にね、で、ダーって走っていくという、そんな感じでございますね。さあ、そんなこと言ってないでさ、そろそろ入ろう、そろそろ。では、お邪魔しまーす。ノックの一つもしないで、速攻でね、無断で入っていくという、レオンのこの浅ましさでございますね。もう、犯罪者まっしぐら、さすがマフィア、いかつい。で、こっち、早速右に行こうと思ったら、ドン突きに当たってしまうということですね。で、薪を中に入れてるっていうのは正解ですね。そして、レッドハーブと、それからグリーンハーブ、ここで生成されているというところでございますね。うん、素晴らしい。で、ランタンがございますね。このランタンがパリーンと割れると、この薪が全部燃えて、ヒャッフーってなるというところですね。ヒャッフーとヒャッフーは違いますからね。ヒャッフーはおしっこで、ヒャッフーは。誰かいるか？いませんよーと。ヒャフーは、火で燃えるというところですね。ヤーとヒャーで違うというところでご注意ください。で、こっちに入っていくとですね、ここでね、一人が、もう喋れなくなっちゃう。はい。ここでま寝ていると。ところがね、これよく見てくださいね。もみ殻がいっぱいあるんですよ。まあ、確かに麦とかね、もみ殻で寝るっていうところあるかもしれないですけど、わーっとここで来たバイオハザードベレッジの、鹿の骨っていうところですね。で、これは、多分飲みかけのゼロコーラですね。ゼロコーラというかダイエットコーラというか、最近はなんか白いパッケージで包まれているところからですね。で、これで飲んで、俺はもうコーラでお腹満たしたから大丈夫だよ。でもやっぱり喉が渇くなーっていうところで、ね、これはね、多分焼酎でございますね。はい。
黒霧島、あ、なんとここで村人を見ることが実はできたんじゃないかというところですね。ところが村人はいない、この時点では村人いないですね。もし、え、いる、いる、いない、いない、いる、これちょっとしたホラーでございますね。ここから逆覗くと実はいたりするというところですね。で、同じような服を、5着重ねていると、まあどっちかというと3対2って感じですね。で、写真を見て、写真じゃねえ、木を見てみましょう。スペースで見てみると、そ、粗雑なちゃん、裁きは来たレリー。誰を裁くんでしょうね、というところでね。裁きを、ああ、わかった。マリオだ。マリオが、あの、人の敷地内でね、100風ってやったからってね。だって、ちょっと先進んだらさ、屋根とかが見えるようなところでさ、で、人の敷地内だってわかるのにさ、おしっことかするから、そりゃあね、ここの住人を激おこぷんぷん丸だっていうところだよね。ところで一人で住んでるんだよね、ここの家多分ね。なのに、このコートの数ってどんだけこう着こなすんだよって話だよね。で、ここの、ね、瓶に詰まっているのものは、多分あの、15年ものの漬物でございますね。はい。なんだったっけ、漬物じゃなくて、なんかあるよね。え、あ、びっくりしたのか、もうここでダラダラダラしすぎてるから、さっさと来いよって言われて怒って向こうから向かってきたのかと思いました。で、ここにある本はですね、一冊も読めません。スペイン語読めません。で、ここにあるジャガイモはですね、ちょっと芽が出始めているところもあると思いますので、なんかあの、ジャガイモの毒ありてましたよね。あれにご注意ください。で、ここら辺にあるものはなんだ、角、これで、あれかな、角で煎じて、なんか、薬膳でもやっていくのかな、うん。で、こっち進んでいくとね、もう鎖掛けのラジオがあるということですね。リンゴ、もう全部ね、ぶどうで包まれていますが、まあ、ぶどう、あれ？ぶどうのあの、つぶつぶどこなのよ。うん。さて、で、こっちに向かっていこうと思いますが、このね、あの、バーなんちゃらかんちゃら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 、読めませんと。で、ここに書いてあることはですね、ハスターエアロフロム、ビーなんとかかんとか、ノーレ、うわ、わかんないんだって、次に進みましょう。で、ここら辺に、いろいろと出してあるんですが、これを殻つけることができない能力ということなので、だいぶですね、多分、あの、整理整頓する能力が、あの、乏しいということが読み取れてくるというところですね。では、早速入っていきましょうか。お邪魔します。すいません、無断で入っちゃったんで、スープの一杯飲んだら帰りますんで、なんかいただけないでしょうか。ちょっと冷えちゃってですね。この時に、やっぱりサングラスかけて、うぃ、危ない。うん、サングラスかけてるからね、何が起こってるのか見えないっていう、そんなところだったかもしれないですね。こんないかついやつが来て入ってきてるのさ、全くね、動じないね、ここのおじさんもなかなかやるもんだなというところですね。はい。ちょっと休憩。ムービーシーンくらい休憩。ちょっと、あまりにもハイペースで喋りすぎてしんどいわ。こんな観光ツアーのガイドさんいたら、もうみんなしんどいと思うよ、多分。うん、普通に。もうこんだけ喋るの僕かアリポンくらいだと、あー、マリオが赤い帽子がなくて100風できないから無理だったってところですね。うん。カキーンと。さあ、手に持っているナイフは一体誰のナイフになってございましょうか。あ、クラウザーから奪ったナイフ、それとも誰だったっけ、あの黒人警官。あー、そしてあなた今ハンドガン持ってないですよ。あー、骨が折れている。まあ、襲いかかってきてから正当防衛というところで許されるところではなかろうか。キャーって誰かが叫んでる。さあ、何が起こるか。チャキ、何が起きてるかっていうと、誰かが死んだんです。ここにあるのはですね、バケツですね。で、そしてナタ、うん、バケツで、ナタを切るというところですね。逆、ナタでバケツを切ろう。ひどい匂いで、これを作っていたというところですね。まあ、あの、寄生虫が食べるものになりますんで、まあ、人間がね、食べるというところの概念はね、一旦ね、外してしまいましょう。ところで、これあれだね、なんだったっけ、あの、ジャガイモの毒のやつね。なんか、ロキソニン？ロキソニンは痛み止めだね。なんだかロイシンじゃないな。ロイシンはなんかいいやつだ。わかんない。で、ここにあるのオリーブですね。さすがスペインだね。オリーブオイル。やっぱり、油はオリーブから取るというところですね。うん。で、ここにも、レッドハーブとグリーンハーブが生成されているというところですね。で、こっちは特に何もないと。で、この煙が多分さっき上にモクモクってなってるところですね。とにかくブワーってなってるんですけど、まあ気にしない。ここは、ジビエ料理でございますね。はい、内臓が美味しいというところで有名な、ものでございます。で、これがですね、かの有名なマリオ、フェルナンデス・カスターニョというところですね。巡査。うん、巡査ってことは大したことがないです。はい。現場警官というところですね。大したことないって言ったらあれですけど、あの、階級からするとね、あの、まあ、まだまだ、現場経験もっともっと積みましょうというところですね。うん。まあ、多分、あの年齢で、あれなんで、もしかしたらね、あの、もう、巡査のままで行こうって、あの、出世じゃなくて現場楽しもうっていう方になったかもしれないですけどね。はい。で、こいつがですね、果たしてこれ撃てるのかな？チョキ、あ、撃てないですね。撃てないってことは、やっぱり、あの、人としてまだ生きているっていうところなので、いやー、にしてもこれ、歯並びが綺麗でございますね。とりあえず一回、ドゥーン。
ということで、中早速入っていきましょうか。で、ここはあまりね、中をね、じっくり見るっていう方はたくさんいるわけでもないと思いますんで、ゆっくりゆっくり見ていきましょう。音楽はね、不気味かもしれないですけど、ね、僕のトークでなんとなくね、怖いものも怖くなくなるよっていうね。で、ここでね、なんかどうやらね、鹿の骨を飾るという文化があるようですね。まあ、文化の次に文明があるということだから、もしかしたらここはね、鹿が支配する世界が来るかもしれないですね。で、ここでカラスを食べる習慣もあると。で、カラスの干物を作ることによってですね、冬にも蓄えを備えてですね、蓄えを備える、一緒か。備える蓄える、ああ、わかんない。一緒一緒。で、ということで、こんなところでね、本を読んでるんですが、これはおそらく解体新書と呼ばれるものですね。解体をすることを楽しむ新書というところですね。はい、なんか上でもプラン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 してるんですけれども、はい、なんかいろいろ骨がぶら下がっていますが、どうしてもね、干物を食べ過ぎてしまったよっていう時はね、しこしことね、骨をしゃぶしゃぶすることで、お腹空腹を満たすということですね。はい。で、ここでトラバサミを作ってます。トラバサミを作って、村全体に、発送することによって、まあ、なんだろう、侵入者を拒むというところで、これから自分たちが引っかかっちゃうよということもあったりするんですね。で、これはなんだ、人か人なのか人じゃないね。なんかのあれだね。で、いろいろと解体するものじゃなくて、解体し終わった後のものがあるって感じですね。で、これは箱ですね。灯油管が入っているというところでございます。で、なんか、ブチュ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 言ってますんで、入ってみましょう。お邪魔しまーす。マリオ！マリオ！ワルイージがお迎えに来たよー。サングラスかけてるキャラっていたよね。なんか、モートンだっけ？モートンとロイだったっけな。なんかその二人が、確か、あれだったよね。サングラスかけてるキャラだったよね。クッパジュニアの中で。クッパジュニアとクッパジュニアズ、なんだっけ、ロイとかさ、モートンとかそこら辺がいたじゃないですか。あー、今襲われてる。で、フィギュアのパート見ていただいた方わかるかと思うんですけど、この二人ね、警官なのにね、しかも神隠しにあってるって物騒な地域だっていうことをわかってるのに、銃を持ってないんですよ。銃を持ってないから、それはね、抵抗する手段もね、二人とも中年だからね、残念ながらすることができなくって、ほら見て見て、どっかに銃ある、あれ今は銃あるか、わかんないね。まあ、完全に首をかっ切られておりますね。はい。で、この首をかっ切ったこの隙間、ここからですね、頭をちょん切って、で、デルラゴの餌にしているというところですね。まあ、脳みそやっぱり美味しくないよということなんでしょう。はい。じゃあ戻りましょうか。特にここ調べるところは何もないですよね。スクップ、なんだ、ああ、なんだ、何もいなかったよはい。こいつは一体、腕が吹っ飛んだおじさんでございます。はい。ということで、おーい、ジョージ、飲みに行こうぜって言ってるね、お友達が入ってきましたんで、この人たちには、こちらからね、豆鉄砲をプレゼント購入してあげましょうと。で、今ので、行っちゃったんで、ね。あ、腕がプル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 してますね。お酒飲みすぎでございますね。はーい。こちらは、頭がなくなっ、何が起こった今。今、とっさにリロードしたらめちゃくちゃかっこいい。知らなかった。生きてるこの人。目がいっちゃってますね。はい、じゃあ、お首も飛ばしちゃいましょう。足もちぎっちゃいましょう。股間をマグナムにしときましょう。で、頭本当になくなってるね。で、うにゅうにゅうにゅうしてますと。はい。じゃあ、ここですですね、新しい扉が、ね、開いてね、実は裏口を知ってましたというオチなんでございますね。で、こっち進んでいくと特に、見どころはないので、とりあえずこちらでハーブを拾って登っていきましょう。はい。で、こちらがですね、栄光の架け橋だーというところなんですが、ここにもあります。で、これを落とすことはできないと。で、これが、はい。どこなんだろうね。わかんないですね。もしかしたら鉄工所かもしれないと。じゃあ入っていきましょうか。はぁ、やっとここまで来れたー。みんなついてきてる？大丈夫？ねえ。もうムービーシーンはね、特段ね、もういろんなところで見てると思うか、こんなゆっくりダラダラやってる観光ツアーないと思いますが、まあその分丁寧に丁寧にね、進めていこうと思いますんで、このハイテンションでね、皆さんぜひついてきてください。コンドル1。こちらコンドル1。こちらハニガン、状況は？ターゲットは、大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。なぜならその写真を見せた瞬間に襲われたからねって。さすがね。でしょ、褒めてパフパフして。そうなんで、パフパフしてほしいんだけど、残念ながらね、ハニガンのフィギュアね、パイ揺れがなかったんですよ。A だと、アシュリーちゃんのパイ揺れが半端なかったんですよ。その シーン見たいっていう方はね、ぜひ1個前のフィギュアの動画をご覧くださいと思ってね。で、さっき始末したはずの、3人とは別でね、またな、おじさんたちがたくさん出てきたんですけど、こいつらはね、やっぱりね、ショットを一発やろうかなと思ってたのにね、飲み仲間殺しやがってということで激高している人たちというところですね。で、
飲み仲を購入しやがって、お前も今からやってやるよって思って、今こうやってあの斧をバーンって振り回したんだけど、ああそっから飛び降りたんだったらまあいいや、じゃあ俺たち残った3人で一杯やろうぜっていうことでね、あの戻っていたというところですね。はい。でさっきのあの寄生虫が好むあのスープを飲む飲みするために今戻っていってるというところです。はい、じゃあ進んでいきまっしーん。こっち左にいるとね、なんとここでね、もうすでに商売を始めてるおじさんがいるんでございます。はい、ウェルカーン。で、いいよ、千葉さんね。はい、バギーですよということで、ロケットランチャーが4万パーパペスタだけで売ってるんですが、ペスタだったっけ、ちょっとわかんないよね。もうあのユーロでいいんじゃないかと思うんですけど、選択だろ。で、ここで買いたいんだけど、ちょっと待ってね、あ、観光ツアーをする前に、そうそう、観光ツアーをする前に一旦ここちょっと走っていって、とある武器を入手してから、チューンナップのために戻ります。はい、ここをいろいろね、ちょっとじっくり見ていきたいなーっていう思いはあるんですけれども、とりあえずここでカラスをチューン。はい、 Nobody calls me chicken。 はい、チューン。あ、薪が、あ、せっかくおじさんたちが作った薪がね。はい、ということで、カッチャンチャンチャチャンチャチャン、シカゴスイーパー、ディンディン。はい、オッケー。で、これでもう一回、チェイク。オッケー。で、これ、初めからね、無限武器じゃないんですよ。実は、チューンナップをすることによって、無限武器化することができるという、もう誰でももう知っているという情報を、今、私は言いましたというところでございますね。で、今のところのセーブポイントで、一旦セーブして、終わりにしたいというふうに思いますんで、そこまでぜひね、お付き合いいただけたらと思います。で、今、皆さん、これ戻りながら気づきました？はい。おかしいんですよ。ここまで血がなくてでね、で、ここ走っていくじゃん。で、ここ血まみれなんですよ。で、ここからまたなくなっていると。ということは、ここで何が行われたか。うん、橋の上プレイですね。はい。吊り橋効果っていうやつで、多分ね、男と女がイチャイチャしすぎた結果ね、流血が起こったというところですね。はい、ここにプレゼントしておきましょう。で、まあ、ロケットランチャーは一応持っとくけど、使わないように気をつけようかなというところでございますね。はい。で、チュイーン、チュイーン。なんだ、あんたの好みが分かってきたぜ。チュイーン、チュイーン。あ、お金が足りなくなるという事件が起こりました。ということで、ここで、早速ですね、持っていたものを、いらないアイテムをどんどん売っていきましょう。どんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。そうなんですよね。墓までは持っていけないんですよね。だから売っちゃおうと思っちゃってさ。バカ値で取引だ。ああ、取引だ。取引またか。でん。あ、ちょっと待って、また足りなくなった。セル。あ、じゃあ、メンデス売っちゃいましょう。ちょっとベルデューゴも売っちゃいましょう。絶対いらない口紅ね。こいつ。あいつが使った口紅なんか誰が使うんだっていう話ですよね。で、ここら辺で持ってるのは、あ、そうだ、これ、これ買っとかなきゃいけないと。これも買っとかなきゃいけないと。で、こいつも買っとかなきゃいけないと。うん。というところですね。まあ、あとは全部金トークンで、チャームで、なんだっけ、あいつが出るまで頑張ってみる？なんだったっけ、セミオートショットガンなんですね。チュイーン、チュイーン、チュイーン。オッケー、これで無限武器化できましたというところですね。また来ますよ。おい、オッケー。もう一回行こうか。これだけで飯が何杯も食えるぞっていうところですね。はい。じゃあ、このまま進んでいきましょう。ここの橋のことまではね、紹介しました。で、これ鉄の鎖でやってるんでね、まあ、ちぎれることっていうのはないと思うんですけれども、下もね、鉄線でやってますんで、まあ、この板自体がバコンと折れて落ちることはあるかもしれないですけど、まあ、腕力のある方に関してはギリギリね、この鉄線をね、伝っていけば落ちることはないというところでございますね。はい。で、ここはね、残念ながらね、川があるのかなと思ったらね、もう岩場しかないんで、落ちたら終わりでございます。だから、腕力でなんとか頑張ってくださいというところでございます。はい。じゃあ、そのまま先進んでいこうと思うんですけど、特にね、ここら辺ね、ご紹介するところがないんですよ、今振り返ってみたらね。で、ここでね、誰かが住んでいたであろう、もしかしたらトトロ、もののけ姫っていうところがあるんですけど、もう誰かが住んでたっていうか、跡地かっていうところは特にないので、もうこのままね、進んでいきましょう。はい。で、ここも、ボコボコにされています。ここら辺は、エルヒガンテがね、大きくなる過程で暴れ散らかした後というところでございますね。はい。じゃあ、ここ進んでいきたいところであるんですけれども、この扉の向こうは今、鍵がかかっている、進むことができませんので、本日のところはここで以上とさせていただきたいというふうに思います。ということで、ハイテンション観光ツアー、お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。バイオ村のね、観光ツアー編 RE4、ぜひ楽しんでいただけたらと思いますんで、パート2以降も、ぜひお楽しみください。ということで、本日は以上でございます。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもよろしく。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。